楽しく生きる高齢者クソジー明石です。今日のコメントです。好きなことやってるときは頑張るとか努力とか思ったことはないのですかって。そうですよね思った通りにできないと他に向いてるものを思えると探した方が良いのではという気持ちになることがありますと。ありますよね。そして向いてるかどうかを考えてしまうのは、歌や曲作りは最終的に聴き手に良いと思ってもらえるものでないと価値がないのではないか、自分も幸せだと思えないかもと思ってしまうからですと。ちなみに僕は向いてるけど実力がない人、練習や経験を積んでない人のだけで結果が出る可能性が十分にある人、そもそも向いてない人は何をしようがそれが達成不可能な人がいるのではと思いましたと。しかし明石さんの話だとそういう判断基準では楽しいと思えるからで決めろということですね。はい、やってきたことが来て辛かったというのは、たとえそれが本当かどうかわからない、僕も本当かどうかわかんないですけど、素敵な考え方だと思います。はい、そんな心持ちでやっていきたいと思いますと。コンセやれるだけやってみるから来世の自分天才になってくれと。最後ポジティブになりましたね良かったですね。まずは、好きなことやってる時は頑張るとか努力はと思ったことはない。まあこれはみんなそうだと思うんですよね。思った通りにできないと他に向いてると思えることを探した方がいいという気持ちに、ね、なるとね、思いますよね。でね、思った通りにできないと他に向いてるものがある。向いてるってどういうことなんでしょうねっていう話で、向いてるということは努力しなくていいってことでしょ。努力しなくていいってことは何も勉強にならないってことなんですよね。例えば僕は耳コピとかするのは全く努力してなくて、まあ譜面とかはね一応勉強はしたのかな。まあでもだからバイオリン習った時にきっと譜面最初に、なんかもう4歳の時なんでね、なんて61年前の話なんでね、おそらくだから前世もやってるから見た瞬間に弾けたんだと思いますけど、それがだから他に向いてると思えるかどうか、思った通りにできないとどうしても楽しようと思うじゃないですか。で、楽するなとは言いたくないんですけども、ただだからその努力は割と否定というか、努力はしない方がいいっていう考え方なんですよね。だから他に向いてるということは、他に向いてるものがあるってことは、他に楽にできることがあるってことじゃないですか。で、楽にできることがあるってことは前世やってるってことなんですよね。で、前世やってるってことはですね、今世でもう一回同じところまでやっても意味ないというか、面白くもなんともなくて、何も成長できなくてですね、結局だからその思った通りにできないから、そっから先が初めてなんか今世生まれてきた目的というか目論見というか自分のね、そういうふうなことだと思うんですよね。なんで向いてるかどうかを考えてしまうのは、歌や曲作りは最終的に聴き手に良いと思ってもらえるものでないと価値がない。聴き手に良いと思ってもらえるかどうかっていうことをどうやって判断しますかっていう話なんだよね。もう深い話だね。なんかややこしいっちゃややこしいんだけどね。まあ好きな人だけ見てください。当たり前だけど。聞き手に良いと思ってもらえないと自分も幸せだと思えないっていうのは、まああながち間違ってるというか、なんか違和感を感じるってことはないんですけども、まあそれも順番の問題として、まずはだからこう自分が幸せっていうのがまず最初、ファースト。自分幸せファースト。どっかの知事みたいだね。で、最終的に聞き手が良いと思ってもらえるものでないと価値がないっていうあなたの判断なわけじゃないですか。なんだけども、それはだから聞き手に良いと思ってもらえるかどうかっていう判断をあなたがすることではない。それはアップして再生数見て、あ、こうなっちゃいましたねって、ゼロじゃないじゃん大体だいいわけだから、まあその辺のなんか姿勢っていうのが結局その僕がアレンジしたりとかっていう、その CD もらっても聞かないっていうのと、まあ結構つながってるっていうか、似てるようなスタンスかなとは思いますけども、この聞き手に良いと思ってもらえるものじゃないと価値がないということを判断してるっていうところが、なんかちょっと違和感を感じる気がします。なんかちょっと考えてみてください。ちなみに僕はですね、向いてるけど実力がない人、向いてるけど実力がないね、練習経験を積んだ限りだけで結果が出る可能性がある、つまりまあね、でもね、例えばだから、ね、僕がね、重量上げの選手とかね、向いてないですよね、きっとね。だからそれは、達成不可能っていうかね、だから達成可能にしたければ、来世やればいいわけで、それに合った体を選んでくればいいわけだから、っていうふうな、そういうなんかちょっと長いスパンスで考えると、だからこの、今世だけで何とかしようと思わないで、長いスパンで考えると全然考え方変わってきますけどね。達成不可能なことってないはずですよね、なんかって思います。はい、なんせ僕たちの中には全ての神がいるんですから、そういうこと、だから宇宙全部の宇宙があなたの中にあるっていう、そういう考え方って、聞いたことある人多いと思うんですけども、その辺なんですよね。まあだからそもそも向いてない人ってのは、だから今世で達成不可能な人って
っていうことは何をしようが達成不可能。でもね、例えばね、重量挙げの選手ね、この体で重量挙げの選手になろうとしたら、それなりにいろいろ工夫しないといけないから、それでまた新しいのができたとか。まあ、だから、それをだから、こうできるようになるのってすごい大変だとは思うんですけども、でもそれを、だから楽しいと思えるのであれば、それはだから自分がプログラミングしたことなんで、それはだからもうそういう思いっきり斬新な。例えばだから、重量挙げとかを階級制にしてするのめちゃくちゃ46キロ級みたいなの。それでもダメだろ、きっと46キロでも。ね、46キロってね、女の子とかね、でもいっぱいいるしね。そしたらね、なんかね、僕より力強い女の子ね、いっぱいいますからね。僕、小学校の時に体育館でなんか女の子とペアになって腕相撲するっていう、そういうなんか企画、何が面白いのかね、なんか、そういうのがあって。それでね、女の子に負けたんですよね。もうこの腕なんでね。こんだけしかね、手首ないからね。まあ、やってきたのが来世につながるという考えは、本当かどうか分からなくて持ってね、だから本当に僕もそうなんですよね。だから本当かどうかなんか知りませんよ。ただだから自分が楽しければ信じるしっていう、信じるものこそ救われるっていうのはちょっと違った感じの、俗に言う感じとは違う感じの意味だったりします。でね、今世やれるだけやってみるから来世の自分天才になってくれ。これ、ここまで腹くくったらおそらくね、天才になれるかどうかは分かんないですけどね。天才っていうのは4回目。だから僕が死んだ後にもう一回同じことをやれば。僕割ともう、ポップス系とかそういうのは、ポップス系はでもね、なんか、今世が最初だから、来世は岡倉やろうと思ってるんで、だから、岡倉でその平和的な縄文人のなんか思想とかはなんかこう地球のグローバルでってことはなんか、次も地球なのかな。割と僕、地球じゃないところの方が多い。なんとなくみんなわかると思いますけど。そんな感じです。はい。なかなか面白い、コメントの方が集まってきました。とっても嬉しいです。はい。そんな感じで、たまには音楽の話もするんで、面白ければ見てください。はい、ありがとうございます。